はい、それでは NSX 見ていきたいと思います。外装から見ていきます。ルートケースのですねフロントバンパーが入ってまして、こんな感じで特にこう傷もね見当たらない感じですね。でここはですね、リベット止めでこう別になってる感じなんですけども、まあカーボンな感じですね。こんな感じです。でバンパー中央部分も綺麗な状態ですね。で赤バッジをつけています。まあ、特にこんな感じで気になるような傷というのはないかなという感じですね。フロントはですねやっぱ結構低かったので多少ね擦ったりしたこともあったんですけども、まあ、あとこういうちっちゃい飛び石傷みたいのは、1箇所ついてますけども、こんな感じでこの辺もですね非常に擦りやすくて、何度か多少下擦ったような記憶があるんですけど、まあそんなに目立つような傷はないですね。で、ボンネットですけどもへこんでるところは特になくてですね、でツヤもこんな感じであって、まあ、かなり綺麗なボンネットになっております。あのコーティングかけてましたのでツヤはですね相当あります。水はじきもねかなりいい感じです。で左側面ですね、フロントフェンダー、こちらもこんな感じでかなりね綺麗な状態になっております。でホイールはレイズのホイールを装着しておりまして、こちらもですね、まあ、新品で入れたホイールになるのでこんな感じでですね綺麗なホイールですね。でこれ入れるとですねどうしてもこのインナーフェンダーにねちょっと当たっちゃうんですよ。今もちょっとねこう、ここ隙間あるんですけども、ハンドル全切りすると当たっちゃう関係で奥の方が当たっちゃうので、どうしてもこっちがねこうやってグイって、下に落ちてきちゃう、そんな感じですね。まあ音が気になるようであればインナーフェンダー取ってしまえばという感じではあるんですけども、でタイヤはあのダウンロップのG3 ですね履いてまして、21545-17というサイズです。まあこのタイヤも新品で入れたん で全然乗ってないですからね、こんな感じで溝はねかなり残ってます。はい。でドアミラーはまあいくつかねちょっとタッチアップしたような跡があるかなというところですね。で助手席側のドア、こんな感じで綺麗なドアになっております。でサイドステップ、こちらもルートケースのサイドステップを入れてまして、どうしてもですねここのねチリがね合ってないんですよ。これはねもうちょっとどうしようもなかったですね。こんな感じで、まあ、塗装の状態は特に問題ないかなと思いますね。で結構このまた横もですね非常に低いので、多少擦ったことはありました。まあ、こんな感じになってますね。飛び石傷が1箇所ありますね。はい。でリアフェンダーです。多少飛び石傷がいくつかあるかなっていう感じですけども、この辺も綺麗な感じですね。こんな感じのギアフェンダーになっております。で、左リアのホイールです。フロント17リア18という感じで、まあこちらも新品ホイールを入れましたので、こんな感じでね綺麗なホイールですね。サイズはですね26535-18という感じになっております。でまあリアタイヤもねまだバリバリ溝が残っているという感じですね。でこの辺りもこんな感じでかなりね綺麗な状態です。
で側面のへこみなんかも、特になかった記憶です。特に見当たらないですね。はい、続いて、リアバンパーを見ていきます。リアバンパーも綺麗なんですよね。ここにちょっと飛び石傷っぽいのがありますね。こんな感じのリアバンパーになっております。で、トランクはですね、まずこのボルテックスの GT ウィングが装着されていて、これがアタッチメント的な感じですかね。で、これもあの新品で入れたものです。クリア塗装もしてまして、こんな感じで、まあ綺麗な GT ウィングですね。で、トランクの方もこんな感じで綺麗な状態なんですけども、ちょっとこう分かりますかね、このね、ウォータースポット、これね、もう磨いたんですけどね、落ちきらなかったですね。これはもう前のオーナーさんからのっていう感じなんですけども、こんな感じでちょっとウォータースポットはね、ついてますね。もうこれ気になるようでしたら塗装するしかない感じです。続いて、右リアのフェンダーですね。綺麗ですね。こちらも特に傷はございません。で、右リアのホイール、こんな感じですね。ちょっとだけガリ傷ここあるんですね。こんな感じです。で、サイドステップ、まあこちら側もですね、やっぱりちょっとチリが合ってないんですね。こんな感じですね。ちょっとね、下まで覗き込めないんですけどね、まあ、あの左右ともね、多少擦ったようなことはあったかなとは思います。で、ドア綺麗ですね。こんな感じの運転席ドアになってます。で、ドアミラーは、まあ、こちら側もタッチアップあったらね、3箇所ぐらいはついております。そして、フロントのフェンダーですけれども、こちらも綺麗な状態になっております。で、右フロントのホイールですね。こちらもこんな感じで綺麗な状態ですね。で、右側面へこみですけれども、特に見当たらなそうですね。はい。で、ルーフです。こんな感じでルーフも綺麗ですね。もともと購入した時にですね、ルーフちょっと色あせちゃってたんですよ。なのでルーフ再塗装したので、まあかなりね、綺麗な感じです。はい。では続いて内装を見ていきましょう。運転席ドアトリムですね。まあこの辺の革のこう擦れみたいなのはね、ちょっと出てきてますね。で、この内装がもともと白の本革シートがついている、内装だったんですね。こういうね、こうクイーンプレートがついてるやつですね。だったので室内は結構ね、こう革の匂いが、残っております。ちょっとここはすれがあるかな。で、ただちょっとね、白の本革シートっていうのもなんか微妙だったので、レカロのフルバケに2脚とも変えました。こんな感じですね。で、ステアリングも純正があまりにもでかかったので、モモチューナーに変更をしたという感じですね。こんな感じです。
ステアリングもね新品で入れましたけども、よく見ると微妙にまだね擦れてるところなんかはありますかね。で、フロアマットはもう純正の時のそのまんまなので、まあ多少やっぱちょっと色あせっぽいのはあるかなという感じですね。でカーペットが白なので、やっぱりところどころねこういう黒い汚れはねついちゃいますね。まあこの辺なんかも、まあ正直こう黒いカーペットに交換したいなっていうところはあったんですけどね。で、このプレート、これですね、純正のサイドステップだとこの横までバチッとこうつくんですよ。ただ車外に変えちゃったのでついてないんです。ただこれないとかっこ悪いので、まあ、ちょっとこういう感じのグラグラな感じにはなっています。でダッシュボードこんな感じで綺麗な状態です。でですね、こんな感じでね、もうね、一箇所割れちゃってるので、ちょっとね、パカパカ状態ですけども、こっちは外れないか。こんな感じですね。で、この辺のエアコンルーバーなんかは、もう綺麗にね、ちゃんと動きます。で、まあ、ここら辺はちょっとこう、めくれ上がってきてるかなというところありますかね。で、まあ、NSX、この 2D のね、ナビ結構つけるの大変なんですけどもね、こんな感じで綺麗についております。よいしょ。で、ここは USB ポートにね、なっております。そして、これで、ね、ちょっとあの S2000 のタイプ S じゃない、NXR か。NSXR 用のシフトノブを持ってきたんですけども、ちょっとグッと締めたところでね、いまいちまだ中央にうまく来れてないんで、なんかもうちょっと調整したいなっていう感じなんですけどね。まあ、この辺も結構綺麗だと思います。で、クリフォードつけましたんで、ここに、ね、クリフォードの、LED ランプとかが来てる感じですね。で、こんな感じになっております。で、メーターはスプーンの 320km に交換がされています。で、今は 79,286km という感じなんですけども、よいしょ。ちゃんとね、記録簿も残ってます。で、これですね。平成3年9月18日、1254.5km の時に、メーター交換をしてますよという感じなので、まあ、この 1254.5 プラス、7986をしてもらった距離が実走行というような感じになってます。なのでね、ちゃんと、ディーラーのね、確認付きでやってるものになりますので実走行という感じです。はい。あ、ちなみにこれもあります。結構ねこの辺ね貴重な。ものですよね。はい。で、もともとはオートマだったんですね。で、それを、後期6速のマニュアルに、NSX でね有名な KSP エンジニアリングさんで全部純正部品使って、乗せ替えをしてもらいました。なんでミッションもね全部新品の6速という感じで、このメーターパネル周りなんかもね、もともとはオートマだとここにATO のバーがあるんですけども、まあ、それもないですし、このミッション周りなんかももう本当ね純正のものを持ってきてますので、クラッチなんかもそうですね、ほぼそうです。なのでもう至ってね、本当ノーマルの、ミッション6速仕様みたいな感じですね。はい。で、クルーズコントロールはもともと自動で、これはもうね使えないですね。ではちょっとエンジンかけてみましょう。もうねエンジンのかかりもねいいですね。エコドライブを燃費を良くすること。
様子もいいんですよ。これあのオートマのエンジンって実はあのエキゾースト側と、まあ、イン側とカム違うんですね。なんで最高回転数なんかも実は違うんですよ。でそこら辺もですね、今回あのヘッドオーバーホールを、これまたあの NSX でね、メンテナンスで有名な T3 テックさんでやってもらいまして、まあ、その時に、マニュアル用のカムに全部変えてもらいましたので、本当ね、明らかに違います。これもこの空ぶかし状態でも、うん、っていう感じで、まあ、あのエンジンの方もね絶好調っていう感じですね。で、この辺りのね時計なんかもねちゃんとつきますし、もちろんエアコンもつきます。ただこの時代のエアコンは真夏もう正直あんまり効かないので、まあ、あんま真夏はね乗らない方がいいですね、正直ね。で、バックカメラついてます。でこれ地デジもね見れますので、Bluetooth にも対応してる感じです。なので結構ね快適です、こんな感じで。ただ、この時代のオーディオなので音はあんまり良くないですね。あとこの NSX ってこの結構斜めじゃないですか。ここから光がね入ってくるとね反射してね結構ここで見えづらいんですよ。なんでまあそんなところはありますけれども、結構ね快適装備ちゃんと揃ってる感じですね。はい、まあ、こんな感じです。でよいしょ、トランク、で、GTing つけてますけども、一応現状ね、ダンパーしっかり支えてくれてます。で、トランク内の、こう、トリム類もちゃんとね、しっかりと残ってる感じですね。まあ一応、この辺の、ね、車載工具なんかもね、残ってます。結構時代を感じますけども、な感じですね。で、このテールレンズのパッキン、新品で交換したんですよ。ちょっとなんかテールレンズ内に水滴がついちゃうっていうのがあって変えたんですけども、変えた以降もなんかね微妙にやっぱちょっとね水滴がねつくんですよね。で、まあ、基本的にもうずっと屋内保管してまして、雨の日も一切乗らないので、ちょっとすいません、最近どうなのかがわからないんですけども、ちょっとそんなところはありますので、まあ、ぜひね屋内保管で雨の日に乗らないでいただければなと思いますね。で助手席側です。助手席ドアトリウムちょっとだけ傷が変わるかなっていう感じですかね。こんな感じになってます。スカーフプレート周りなんかやっぱ運転席に比べればねだいぶ綺麗ですね。でこっち側もね同じくちょっとこんな感じでグラグラですけども一応つけてあります。フロアマット関連なんかも結構綺麗な状態ですね。でこの後ろのこのバーなんですけど、これあの KSP エンジニアリングさんの、 あの4点ベルト用のバーですね。つけたはいいんですけどね、結局さっきと走ることは一度もなかったんであれなんですけども、一応そんなのがついております。天井もね白ですね。こんな感じになってますね。では続いてエンジンルームを見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。エンジンルーム内ですね、本当もうつい先日ですね、 T3 テックさんでエンジンを下ろしてヘッドオーバーホールをしてきましたので、もうこんな感じでねピカピカなんですよ。こういう一個一個のこのボルトを見ていただいても分かる通り、もう全部ねこういうボルトも新品に変わってます。こういうところとかもで下ろしたついでに、ホース類とか、まあ、各種センサー類なんかもですね全部新品に交換してます。でこのヘッドカバーも分かりますかね、すごい綺麗ですよね。こんな感じでもう各部、エンジンルーム内はこうリフレッシュをしてもらいましたので、まあ特にね何の不安もなく乗ってもらえるんじゃないかなと思います。で
ちょっとね、ミッションとかが下の方にあるんですけども、まあ、この後期の6速のミッション、入れるときに合わせて、あの KSP エンジニアリングさんの、4.4 のファイナルと、あとは LSD を入れてもらったんですけども、この LSD が、あのチャタリングが一切出ない、あの KSP エンジニアリングさんでも本当なんか、あの限定生産的な感じで作ってるすごい、いい LSD っていうのを入れてもらったんですよ。なんでね、一切チャタリング出なくて、でコーナリングなんかもねすごい良くなって、で 4.4 のファイナルで、クロスギアになってですね、とてもこう走りも軽快になったっていうようなそんな感じですね。でまあよいしょ、何をですねやったのかと、よいしょ、いう部分ですけども、まずこれ KSP さんの方でやってもらった時の明細ですね。まあもう一個一個ね、この後期6速にしていくために全部部品単体で注文して組み上げていく感じなんですよ。こんな感じで、なのでね、アッシーでは来ないんで、まあこういうね、ここら辺のクラッチレリーズとか、こういうね、カバーとかもちろん、全部単体。で、ATMT 換装、で、ECU のデータの書き換えとかね、こういうところとかも全部入っております。こんな感じです。で、まあ、ここら辺の、クラッチ周りのところの、まあこれ部品代だけかな。で、103万ぐらいというのと、こちらが、4.4 ファイナルと、LSD、あとは6速の組み込みの工賃類なんかも入った部分ですかね。なんで、まあ、デフ周りのところですよね。ここら辺なんかは部品が、純正部品ですね。こういう感じで、ずらずらずらっと、ありますね。まあ、本当細かい部品なんで、一個一個見ても、何の部品だろうみたいな、感じのが多いですけども。こんなんですね。で、KSP さんの 4.4 ファイナル LSD という感じで、124万3000円というのを、まあ、この2つですね、やったということで、当時、だから230万ぐらいですかね、6速 MT の世界と、4.4 ファイナルと KSP さんのオリジナル LSD 組み込みというのをやった感じ。で、そこから、よいしょ、続いて、つい先日、T3TECさんで、やってきた、ヘッドオーバーホールの明細ですね。これね、2023年3月29日です。79273kg。で、内容的にはですね、あのオイルパンなんかもね、もう新品で変わってます。で、こういうシール類ですよね。あと、ウォーターポンプも変えましたし、でタイミングベルトもこの時に一緒に変えてもらってます。これらへんですね、タイミングベルト関連こんな感じでずらーっとあります。でよいしょ、ここら辺なんかはあのヘッドカバーのパッキン類ですよね。この辺も変えてまして、で関連するボルト類ですね。でエアコンアイドルプーリー調整用とか、まあ、この辺の要はエンジンを下ろしたときに同時にやった方がいいような、部分ですね。水温センサーも変えてます。ノックセンサーなんかも変えてます。まあ各部センサー類、ホース類、ボルト、リング類、パッキン類なんかをですね、もうずらーっと
交換してもらった感じですね。でインジェクター周りなんかも、やってもらいました。で清掃の方もねしてもらってます。こんな感じですね。まあ、だからだいたいこうエンジン内のね各部パッキン類とかボルト類なんかは、あとホース類、リフレッシュがされているような状態ですよね。でこのタイミングでできるセンサー類の交換なんかも終わらせているというような感じでですね、こういうヒーターホース系ですよね、こういうところもやってます。でまあプラグの方もですね、交換をしてもらってます。こんな感じです。 HKS のレーシングプロのプラグですね。で、まあ、このタイミングでもちろんねクーラントとかエンジンオイル、ブレーキフルード、ミッションオイルなんかも、まあ、1回下ろしているのでね、全部新しく、リフレッシュしているというような感じで、よいしょ、開かない。まあ、そのヘッドオーバーホールあたりでこの100万ぐらいの金額だったんですけども、これにプラスして、MT 用のカムですね、これを入れてもらった感じです。この辺ですねっていうのもね追加で作業をしてもらって、それが、54万5千円ぐらいだったんで、まあ、大体ね160万ぐらいの、作業をしてもらったというような感じになってまして、まあ、その時のね、作業の写真なんかもこんな感じで USB データで、いただいております。はい、まあそんな感じのエンジンです。でちょっとですねエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。まあ当たり前なんですけどね、何の音もね変な音もしてないですけどね。で、パッキン類も各種ね変えてもらってますので、一切オイル漏れてるところもないです。でまあ今後もね当分交換してるので漏れてくる頃もないんじゃないかなと思いますね。まあ、こんな感じのエンジンルームになっております。であとはフロントよいしょ、ちょっと今スペアタイヤ外してますけども、スペアタイヤもちゃんとねついてます。で、後期の ABS の、ね、ユニットに変わっているので、まあ、その点なんかは結構いいところですよね。で、パンクしやすいラジエーターは紅葉のこの、ね、アルミラジエーターになって、この辺なんかは、サムコだったかな、ラジエーターホースですね、変わってる感じです。でちなみにバッテリーも、つい最近新品で、交換したばっかりというような感じの、バッテリーになっております。まあ、こんな感じのボンネットないという感じですね。はい、ではちょっと試乗をしてみたいと思います。はい、それでは試乗してみましょうか。この NSX はですね、まあオートマーベースの6速の世界という話をしたと思うんですけども、もともとこの NSX をですね購入するときに鼻からオートマで6速の世界で探してたんですよ。なぜかっていうと、この時代の NSX、 この先一時停止があります、マニュアルはですねパワステがついてないんです。全部重捨てなんですよ。で重捨てはですねちょっとこうさすがにきついなというので、でオートマはパワステがついているので、そのオートマをベースにして乗せ替えようと。でまあどうせなら後期の6速に乗せ替えたいなと、そんな感じでですね、ベースの車を選んでたっていう感じだったんですね。で
装着されている車高調ですけども、またもともとこの車実はあの KSP エンジニアリングさんの、お客さんの車で KSP さんが買い取りをして、それをうちが、買ったっていう感じなんですね。なんでまあ KSP の、車高調とか、触媒とかマフラーとか、入ってる感じで、後期のね ABS ユニットとかもね前のオーナーさんがやったみたいですね。車高調がですね、また乗り心地いいんですよ、非常に。別に柔らかいとかっていうわけじゃないんですけども、すごくね、ゴツゴツ感っていうのもなくて、バタバタ感もなくて、とてもね、乗りやすいんですね。で、結構、室内も静かです。このね、後ろにエンジンなんか乗っかってるんですけども、すごい静かで、見た目はですね、こんな感じで、ちょっとね、GT リングつけたりとか、まあそんな感じのね、スタイリッシュにしたんですけども、街乗りね、ほんとね、気持ちよく、ロングドライブもね、できるような感じの仕様になってます。で、二つほど難点がありまして、まず一個は、ブレーキが、この時代の NSX は本当に効きません。効かないというか、しっかり踏んであげないと効かないので、ちゃんとね、踏まないとダメですね。最近の車に慣れてる人はね、まあマスターバックとかね、そういうところのね、性能も上がってるというのもあると思うんですけども、しっかり踏まないと止まらないので、まあ、ここら辺はね、またローターパッドとか、まあなんならキャリパー変えたりとかでね、改善する部分とは思うんですけども、あとは、もう一個はですね、ハンドルのこのステアリングのこのギア比、これがまあ非常にねワイドなので、切ってもね思ったほどこうクイックには曲がらないんですよ。まあ S2000 なんかと比べたらですね、かなり曲がらねえなみたいな感じなので、まあそれが NSX らしいところでもあるんですけどね。まあ、フロントにエンジン積んでないっていうのもありますし、まあ、こんな感じの、仕様になっております。まあ、車的にはですね、まあ、エンジンもヘッドオーバーホールしたばっかりで、ミッションなんかも後期の6速のミッション全部新品で組んで入れてます。で、LSD も、新しい LSD というような感じで、まあ、本当ね、重要なこの機関系っていうところなんかは、もうバリッとリフレッシュされてるので、まあぜひ楽しんで乗っていただけたらなと思います。以上 NSX の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。